こんばんは。今日は2021年3月4日木曜日です。今夜も YouTube で無料占いを受け付けてます。はい。今日もやっていきますよ。やっていきますよって言っても別にネタがあるわけじゃないというか、しばらくの間ゲームね、とにかくゲームを突っ走ってやってきますよ。ウィザードリー5ね。さて、どこまでやったっけ？あ、そうだ、思い出した。前回は、地下2階のおじいさんのとこに行ったんだけど、例のもの持ってきたかって言われて持ってなかったから先へ進めなかったんだよね。だから例のものを探しに行くわけだけど、ちょっとだけ思い出したことがあるので、そこに行きます。まず、準備はいらないかな。迷宮に入る。前回ね、コンベヤーを止めて、でその先にあった部屋の中でゾンビを倒したらトークンの袋を見つけたわけだよね。ステータストークンの袋っていうのね。これを、見つけた時に思い出せばよかったんだけど、すっかり忘れ、トークンを使う場所があるはずなんだよね。でそれはそんな地下2階とかじゃなくて地下1階にあったはずなんだよね。このダークゾーンの奥。あれもしかして間違ってんのかな。軽く捉えてみようか。いいや、罠に引っかかってもね、気にしない。外しました。ここで行ってってなったらこっち行く。はい。場内移動装置。拷問部屋へ行ってみよう。ハークルビーストを見物しよう。お題はたったの1トークンとあるので、ここで使うんだよね。でハークルビースト、前回その落とし穴に落ちたところで行くかと思ったらここだったんだね。私もいろいろ記憶がごちゃごちゃになってて間違ってんだけど。そんでアイテムを使うアポロがトークンの袋。ウィーン、ガチャガチャ、ブーンブーン。機械が動き始めた。キラキラ輝くもん、入ってみますか。はい。もう移動したってことだよね。今変なムーブメントがあったから。はい。おー、なんか違うとこ出たよね。マップ。こういうことが。マップ埋めてこう。あ、いきなりこれどうすんだ？戦って倒しちゃってよかったっけ？いや、戦おう。でこいつ結構強いんだよね。だから戦うんじゃなくて呪文。モンティのポーヒック。そして呪文、モーリス使ってみようか。敵を畏怖させる呪文。この呪文を唱えると敵は恐怖のどん底に叩き落とされ、アーマークラスが4つ上昇し、こちらからの攻撃が当たりやすくなる。連続使用して効果を累積させることもできる。結構強力だよね。そんで戦車を戦うしかないから戦って、マイルズは隠れて、レオナード呪文、ディアル、バディアル、ラティモフィス、マポーフィックかけとくべきだったんか。バマツ3つ下げる。マポーフィックは2つだけど、まあバマツが先か。ディアルコ、あ、でも麻痺する可能性があるから、これはちょっと温存しておいてマポーフィック唱える。そしてアポロは呪文、コルツってなんだっけ、これは関係ないな。ポンチ、メリト、ボラツってなんだ、石化、まあ効かない呪文より効く呪文、モーリス。戦闘、マッポを引く、唱えた。モーリス唱えた。ハークルビーストは呪文が効かなかった。え、モーリスって効かないことあんの？うわー。ハークルビーストはウィールマンを髪の色にやらない。ジェームズはボーフィックを唱えた。ドンはモーリスを唱えた。効かない。そんなバカな。モーリス効かないの？ディルトは効くのかな？どうなんだ？ウィザードリー5難しい。ウィルムはハークルビーストに切りつけてはダメージを与えられない。与えられなかった。モーリス効いてないもんね。まあいいや、とりあえず攻撃だ。違う攻撃、戦う、ドーン、攻撃、呪文、いや攻撃だ。戦う。隠れるできなかったの？隠れる呪文、勝つ、ディオス、バディオス、まあ、ここはもう攻撃でいっか。戦う、呪文、あれディルトって呪文なくなったの？カティのハリとディマピック、モグラフ、ポンチ、メリト、ポンチってなんだ？攻撃回数か。メリト、モーリス、モーリスがレベル2に下がってきたんだ。じゃあポンチやってみる。ポンチ、攻撃回数上昇、アーマークラスも1つ下げるってことだから、じゃあアーマークラスの高いドーンにかけたら有利になるんじゃない？戦闘開始、ポンチ、ドーンはハークルビーストの強烈についたダメージを与えられない。ジェームス12、与えられない。はい、ドーンのアーマークラス1個下がって0になってるね。あともうなんであと戦うしかないじゃん。攻撃呪文効くかどうかちょっと試してみよう。ハリト、マイルズ5ポイント、奇襲で5ポイントだ。アークルビースト、ウィリアム、待って、13ポイント、ウィリアムダメージを受けて、毒に侵された、麻痺した、これが怖いんだ。ハリト3ポイント、呪文効くね。ジェームズ・ハークルビースト切ったダメだっていうのは、うわ全然倒せないよ、どういうこと。呪文じゃない、あ、いいんだ、ダメだ、攻撃するしかないか。マイルズはたった隠れる。呪文ラッキも必須あるけど、ディアルコから攻撃呪文マハリとコルツポンチ。ポンチって1回しか効かないのかな。まあハリとやってみるか、やるしかないか。ハリと戦闘。ジェームス・ハークルビーストン11ポイント。ドーンは2回攻撃で20ポイント。ポンチの効果出たね。ハークルビーストをこうした。けど殺したけど、あ、なんか出るかな。マイルス毒針外せなかった。外せない、調子悪いよマイルス。外した。何が出るかな。レオナード鎧。ハークルビースト倒しても何にももらえないの？待ってよ。ラテュモンフィス毒の回復。解毒剤持ってった方がいいかな。危険だな。どうしよう。どっかにあるんだよね。多分。宝箱が。どうなんだろう。あるのかな。落とし穴には落ちたくないけど。あ、そこには次のように書いてある。ハークルビーストに餌をやらないでください。あれ倒しちゃいけなかったのかな。あ、なんかありそう。そこには埃とクモの巣に覆われたかなり古そうな大きな木箱がある。はい。木箱をこじ開けた。ドーンはアイテムを手に入れた。何を手に入れたのかな。お、瓶。これだ。これが探していたアイテムだ、多分。じゃあ一旦帰ろう。一旦帰ろうっていうか、結構広いんだな、ここ。ハークルビーストと戯れるのも嫌なんで。またあそこに帰ればいいのかな。来た場所に。結構広いな。こういうことでしょ。まあ一応あ、なんだこれ。エレベーターだよね。こんなとこにエレベーターあったのか。ちょっと怖いので、でも2階には行ってみようか。地下3階に、地下3階に来ちゃったよ。うわあ、モンスター。地下3階は怖いんだって。どうしよう。どうなの？お、コルツ修験者。やら。一旦帰ろう。こんなところにエレベーターがある。ああ、わら人形レバン結構強いんだ。戦うリバン、戦うリバン、戦うリバン、隠れて呪文マハリト、あちゃ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 、身を守って経験値は結構もらえた。ローブの女なんだ、ジプシーだ。どうする、全部マップ埋めた方がいいな、これ。埋めてから帰ろう。グイライオン。グイライオンって、なんでグイライオンって言うんだろうな。ヘルハウンド、こっちの方がライオンっぽく見えるけどね。火吐いてくんだこれ。あ、吐いている吐いてる吐いてる。うわ、ダメージが。回復しないとやばい。ヘルハウンドみたいなのがどんどん出てくると結構きついんだよね。死人出るでしょう。リアル。いや。とりあえずこれでこれで、あ、これでほぼ埋まったでしょ。まあマップを埋めるだけで全て OK というわけでもないんだけど隠し扉があったりするからね。まあでもここは何もないと思うので入ってみますか。はい、帰りは何もしなくていいんだね。よし、でどうしよっか。一旦帰らないといけないんだ。アイテムいちいち識別しないと使えないってめんどくさいよね。誰がます。まずは冒険者の宿に泊まって、全員まとめで。ウィリアムは、ヒットポイント1、素早さを失った。マイルズは、ヒットポイント2しか上がらない。レオナードは火力で、アポロは、ヒットポイント3上がった。生命力得た。よし。で、ボルタック商店に行って、まずドーンの鑑定する。ラム酒。スピタルシとかじゃないんだ。ラム酒なんだ。結構記憶も曖昧だな。鎧。お金を集めて鑑定してみます。スケールメール、はい。寒天さん、こんばんは。スケールメールは、どうなんだろう。アイテムの強さとかわかんないもんね。アイテム渡す。とりあえずジェームズに渡してみよう。あ、プレートメールに比べたら、まあいいや、装備して。今アーマークラスがどれだ、アーマークラス。アーマークラス、あ、2だ。2だから装備するとどうなるか。アーマークラスは3になったってことはスケールメールの方が弱いってことだね。プレートメールの方が強い。チェインメール、スケールメール、まあいいや、売っちゃおうもん。18000じゃないや、1818ゴールドポイントしかないんでね。もうちょっとお金貯まったら笑うやかんのところに行きたいけど、今はないので、次に行きたいところは、じゃあ行けるとこまで行ってみましょう。で、呪文。まずマポーフィックを唱えます。それからラッキューマピック、モンスターの正体を識別する呪文も唱えておきます。これで主語と識別が明るくなってね、呪文が効いてるっていうことだよね。冬の呪文って何これ？リトフェイト？そんなのあんの？で、明かりはいらないから、とりあえずこのままでいきます。タン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 と。ラム酒って1回でなくなっちゃうのかな。ここでアイテム。銀の鍵を使うと。モンスター出過ぎでしょう。見なくてもいけるよう覚えとかないと。西へ2歩で南へずっとぶつかるまで行くと。12ずっとぶつかるまでを南へ。バングトード、こいつら毒持ってそうだから嫌だね。お、楽勝だった。ただの雑魚だね。ここでぶつかったら、ここ行くとどうですか？マチナ、俺はルビーの魔術師。このカップの中に一杯注がねえやつは誰も先へ進ませねえ。ということで、どうする？アイテム上とかいいのかな。ラム酒ありがとう。ああ、こいつはお気に入りのブランドだ。先へ進みな。あら、何も情報聞かな。いや、先へ進んじゃえ。どうする？マップを埋めていくしかないのか。地下2階はもう何にも覚えてない。何にも覚えてないこんな広かったっけ。帰り道もさっきの元来たとこ帰らなきゃいけないのか。毒ガスだ。やばいよ。ああ毒ガスだ。あー、どうなってんの今。うわー、全員ってわけじゃないけどほぼ全員毒に侵された。ラデュモフィス4回しか使えないじゃない。魔法を引く使っちゃったから帰ろう。もういきなり帰ることになるよ。本当は帰る前に別ルートでなんかこっちへ来れるような少しの手がかりを得てから帰りたかったんだけど、何の手がかりもなしっていうね。ジェームスは持ってないの？呪文持ってないってことで帰るしかないね。マジであ、幸いにして毒は一歩歩く程度では毒が回って死ぬってことはないみたいだね。だからといって安心できるわけじゃないのであれ？どうすりゃいいの？まあ、いや、とりあえず戻るしかないよね。ラム酒どうなった？ラム酒。ラム酒ない。けど、まあ、一回取ったから。戦闘中の方が毒が回るよね。めんどくさ。どうする？ハックル、あ、まあ、ラムシはもういらないよね、多分。あれ？このルートでよかったんだっけなんか迷子になってる、地下1階で。戦闘注意異常に減らない？アポロのヒットポイントも少なすぎるのはな、なんとかなんないのかな。魔法使いはチート的な方法でヒットポイント上げることはできるんだけど、あまりそういうチートはやりたくないんだよねまあその手は使わずに普通にやっていくつもりだけど、毒は帰るだけで治るんだっけ？治ったね。一旦全員まとめて、それでボルタック商店に行って、アイテムに余裕のある人、レオナードに買う、その他ランタンってなんだ？ロミルアかな？買ってみようか。ブレーサーがわかんないのよ。なんなのよ、ブレーサーって。マディは回復でしょ？カティンのマハリとソルコディ、ディオス、ラティモフィス。これが毒消しなんだけれど、これを買ってくしかないか。あ、でもお金集めないと。何個買うかだよね。3つ買っちゃえ。持ち物いっぱいになった。まずさっきの場所に行って、魔法を引く、唱えた方がいいのかな。唱えた方がいいよね。まあ、忘れる前に唱えとこう。魔法を引く。ラテュマピック。僧侶系、やっぱもう一人欲しいな。一応ジェームスが僧侶系を覚えてはいくけど、ちょっとずつしか覚えられないから使えないんだよね。これで西を向いて 1,2,3 歩歩いて、南を向いて、あれ間違った2歩だったか。南へぶつかるまでで、ここでまだいるんだよね、このおっさんは。ちょっと話してみようか。こんにちは。例のやつを持っとるかね。はい。ああ、お姉さん覚えてるぜ。先へ進みな。例のやつ。ウイスキーだよ、若いの。時々ちびちび飲むのは好きなんだ。お前さん言ってることはわかるかね。だが別の例の話でそんなのあった？お前さんがそいつに困っているならアヒルに聞いてみな。なるほど。なるほど。アヒルの、とりあえずスパーク。スパーク？やつは、ブッパに一人で、アヒルの名前のことかな？スパークって。アヒル。何？スパークのアヒルに決まっとろうが。先にスパークしちゃった。ブッパ。もちろんブッパの水たまりだ。それ以外どこにアヒルなんかいるもんか。水たまり。なんでアヒルに聞かんのかね。ということで、新しい情報は得られましたが、なんか買えるかな。巻物。カティの、かな。まあ、いらない。立ち去る。よし、もうラム酒は必要なくなったってことだよね。あとはじゃあ行ってないとこどんどん行ってみるしかないよね。落とし穴がありそう。ない、よかった。モンスター強くなってるからね。ジプシー。本当に歩いてるけど、あれ？ん？待って待って待って。今どっからどう来たんだっけ？ここか。ここをこう来たので、こう来てこう来たのか。じゃあちょっと。こっちへ行ってみよう。広すぎるよ、マップが。で、なんか、扉が見えるけど。何にも覚えてないな。なんかありそうだな。なんだこれ。なんだっけ。なんかあるよね。入っちゃおうかな。君の前には小さな覆いをかけられ、宝石で飾られた箱が置かれている。突然霊が現れてこう告げた。立ち去れと同時に箱が消滅した。部屋中に笑い声がこだました。あれ？暗闇の中で声が響いてきた。ルーンを探すなら墓場を探せ。破壊を見たくないなら部屋を探せ。破滅か。破滅を見たくないなら部屋を探せ。なんかちょっと失敗したのかな。まあいいや、気にせず。広い広い。こんなんだったっけ。鍵がかかってる。開けてみるか。鍵が開いた。ここ墓場じゃない？違うか。なんだここ。墓場っぽいな。墓場だ。デトーリア。敵は強くない。数が多いんだね。けちゃおう。で、ここ探さなきゃいけないのかな。違う違う違う。隠されたアイテム。どっかなんかヒントはあるんだろうな。モンスター出るし。あ、探してない。何もない。あ、なくても探さなきゃ。どこに何があるのやら。とりあえず墓場の攻略は難しくなさそうだね。毒っていうか宝箱の罠さえ失敗しなければ探す。あ、思いのほか広くないから大丈夫だな。お、ゴーレム。ボラつききそうだよね。石化でもまあ石じゃなくて土だもんね。試しにボラツやってみよう。どうだボラツ。効かない。普通に攻撃して倒すしかないか。でよ、呪文。あれツザリク。まあいいや。とりあえず今は戦うで。あれ与えられない。やっぱりモーリス必要か。モーリス影響。倒しちゃった。経験値はそこそこもらえたけど、あ、探さないとね。絶対なんかあるでしょこれ。あ、ないの？おい。それではあれ全部探したよ。戻ってきただけだよね。もうあれない。どういうこと？まあいや、普通に戦うしかないか。どういうことだ。まだ広いんだよねここは。そういうことだ。まだたくさんある。探さなきゃいけないところは。お、何か見つけた。小部屋が現れた。マイルズはアイテムを手に入れた。奇妙なものなんだ。でももうここの、まあ、全部探してみよう。一応経験値稼ぎにも。え、なんだ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 ウィリアムがいきなり死にそうになってる。どうしよう。戦うで呪文リアル大丈夫かな。うん、一旦まあ帰った方がいいよね。これぐらいにして帰ったがいいんだけど、もうちょっと探したい。こんな端っこの分かりやすいところにあるアイテム。毒ガスどうだ。外した。何かあるかな。何もない。ウィザードリー5めちゃめちゃ手間がかかるゲームだ。アンデッドウォリアー。ヘルハウンドだ。これは早く倒さなきゃいけない敵なんだよね。炎が入ってくるから。火薬箱、火薬だるか。爆発したらめちゃめちゃ危ないやつじゃない。外した。よかった。何もないかな。モンスター。全部見て回ったことにはなってる。あとじゃあマップを埋めて帰ろう。あ、ジャックジャッカルは初めて見る敵だ。名前も覚えがないけど、どうせ雑魚でしょこれあれ意外と強い。モンスター出まくる。よし、これで全部埋まったでしょ。で行くべきところってかアイテムをゲットしたので、どうする？帰った方がいいのかな。まあ今回帰ろう。なんかアイテムいけたか鑑定してもらって、レベルも上がりそうなのでレベルも上げて、それからもう一回ここに来ればいいよね。レベル4ファイターバーサーカー、強そうな敵だ。どうやって、まあいいや、やってみるしかないか。どうする？あれ？呪文。バマツ。はかりんとんってなんだ？意味ないか。呪文。ラハリトでレベル4ファイター。ああ、バーサーが強い。戦うで、あとはちゃうわかんなくなってる。帰るとか言ってうろうろし始めてるし。まあマップは埋めてこう。あ、もしかしてなんとなく記憶があるけど、広いよ、めちゃめちゃ。君は重さの鎖で固く閉じられた扉の前に立っている。どういうこと？鍵がかかってる。まあ、開かないとは思うけど、一応。もしかしてさっきの見つけたアイテムで開くのかもしれないけど、今はよくわかんないので。これが一撃でやっつけようとしたってなんだよ。よし、倒した。うわ、広いなあ。広いなあ。どうなってる？こんな広いマップだった？埋めるの大変だな。どうするよ。まあ、とりあえず輪郭だけを。多分何もないとは思うんだよね。モンスターが出るだけで。あれ？こんな感じ？あれ？間違えたか？広い。広いな。これである程度は周りの外枠だけは埋まったけど、広いな。帰ろう。まだ行けるか。バーサーカー。カーティノはキッカちょっとやってみよう。影響がない。一体眠らせた。東堂だいぶ待ってきたよ。待ってきたけどなんかあるのかなここ。お、なんだ。君は大きな洞窟の真ん中に立っている。そしてその床には不思議な暗号のような印が刻まれている。これなんだ？ケイブ。ケイブだな。ケイブ。洞窟みたいな意味。ケイブ。ちょっと変なところに行ったけどね。うわぁ！ヘルハウンドだ。わあ、炎入ってきた。おう、落とし穴。ああ、ダメージ受けてるな。回復しないと。帰ろう。もうマジでやばい。リアル。どこまで耐えられるのか。いや。帰ろうとか言ってて、あとちょっとなんだよな。なんかありそうなんだよ。入ったよ、なんか。ほら。小さな黒いヒキガエルとイボのある生き物が汚く匂いのする水たまりの中でうごめいている。潜るとダメージ受けたりするんだよね。なので今回はちょっとまだ来るべき場所ではないような気がする。体力もなくなってきてるしね。マップには表示されないんだ。この辺に泉があったよね。泥沼のような。泥沼かなんか知らないけど。お、埋まってきましたね。まだ戦闘には余裕があるね。はい、マップ埋まった。よかった。帰れそうです。どうやって帰るかはよくわかりませんが、1、2、3、4、5、6、あれ間違えたか、1個上いった5か。どれだっけ、これか。あとは帰ってアイテムを鑑定して、お、ウィリアム以外レベルアップ、ちょっと待って、あれあれ、ああ、地下1階で迷ってる。うわ、トロール、全員まとめて、お、ヒットポイント20上がった。侍はガンガン上がるね。上がらない。さあ、アポロは生命力得た。運の強さ失った。ということで、ボルタク商店に行ってお金を集めて鑑定しています。お金6000貯まったね。バトルアックス、盾、ターゲットし売る。バトルアックスはいらないでしょ。メイス売る。奇妙なもの鑑定、300もすんのこれ。何かな、かな金なんだろう、よくわかんないなんだかよくわかんないな。はい、ということで今回はこの金、なんだこれ、なんて読むんだ、金辺にいる、金床じゃないし、なんだろう、金槌、ちょっとなんだかわかんないけど、あと読み方調べとくけど、なんかこの大事そうなアイテムを見つけたので、それをどっか使うと。開かない扉とかで使うの。あ、金床か。どれだっけ、金のこだ、のこぎりだ。だからなんか鎖がかかった扉みたいなところ行って、鎖をこの金のこで切れば先へ進めるようになるんだ。はい、ということでまた次への手がかり掴んだので、順調ですね。順調です。無事に次へ進めそうな感じです。では今日はここまでにしときましょう。